で、北島康介。康介は初めて金メダル取ったオリンピック終わってすぐに吉田秀子さんに紹介してもらいました、柔道。で、そっからもうずっと、何か僕の実家にも泊まったことありますし、僕の周りの社長とか、そういう芸人さんとかも、平井ちゃんとかも、小島とかも含め、もうみんないっぱい紹介しました。一時はすげえ弱そうにいましたね。で、まあ、サニーサイドを辞めてぐらいから、社長業も忙しくなったし、彼自身もいろいろ多分やらなかったものが下手なんで、ほとんど会わなくなりました。LINE ぐらいの繋がりですね、今も含め。特にもう結婚してからは全然ですね、康介は。でもまあ、いっぱいツアーあるので、これも話していきたいと思います。